新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、不要不急の帰省や旅行など、特に都道府県をまたぐ移動はお控えいただくようお願いいたします。ハイウェイラジオ大井松田よりお伝えしました。午前11時現在の高速道路情報をお知らせします。はじめに東京方面へ向かっている方にお知らせします。所要時間の情報です。現在、横浜町田インターまで40分ほど、東京インターまで60分ほど、それぞれかかっています。引き続き、名古屋方面へ向かっている方に、車線規制の情報です。右ルートのつぶらのトンネル付近から足柄サービスエリアまでの区間で工事を行っており、右側1車線の通行になっています。スピードを控えめに注意して走行してください。続いて、所要時間の情報です。現在、沼津インターまで40分ほど、静岡インターまで90分ほど、それぞれかかっています。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、不要不急の帰省や旅行など、特に都道府県をまたぐ移動は、
ばい、止められなかった。